はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでリュウさんですね。はい、スターウォーズ、うち2つ PB ということで箱はいらないということで、はい、こちらね2つ開封いたします。いやもうやけになんかこう、ね、箱がでかくてでちょっとマチがないのでここで開けてパック取り出します。はい、ほんとなんでこんなサイズにしちゃったのかなっていう。箱開きなんでね、引き抜いちゃう。で、あの、ワイドビジョンの方はパラレルと、多分、あの、ないと、はい、思いますので、こちら未開封のままで、こっちの24パックの方だけ開封します。これも、ちゃんと箱は資源回収で出してきます。じゃあ、ちょっとパックはね、あの上チョキチョキ してから、はい、チェックしますのでちょっと飛ばしてください。お一人様30分ぐらいかかりますね、梱包するまで。結構時間かかりますね、この製品は。まあ、フラッグシップ系はね、うん、やっぱりしょうがないんですけど。よいしょ。まあ、ただ内容は、この価格帯で、ね、よくこう、SP とか、そういうところで、よいしょ。なかなかいい、はい、構成にはなってるかなと思います。まあ24パックなくてもいいんじゃないかなってちょっと思いますけどね。はい、じゃあ、チェックしていきます。あ、ひっくり返ってる系だ、ね、レギュラーとパラレルとあとインサートね、ベイダー、これもかっこいいですけど分けておきますね。で、ホロは、あの、ホロ以上はスリーブ入れておきますので。で、ちょっと急がないと、はい。まあ、明日も出勤は確定だなというところで。まあ、それでもちょっと急がないと終われないんじゃないか。ちょっと思ってます。これかっこいいよね、このインサート。他のインサートも結構ね、かっこいい、まあ、アイディアが、ね、たくさんあるような感じですね。199ですね。あ、ゲームの方もいるのね。シリアルは1枚か2枚ぐらいなイメージですね。3枚いるとかもあるのかな。消費率もればなんか増えそうなイメージは、はい、ありますね。あと白枠のレギュラーが来たらバリエーション SP。 あ、 PB 的にはちょっとあの淡々と、はい、淡々とやっていくような感じですかね。
パラレル注意だ。うん。今度299ですね。はい。シリアル2枚。さっきサインもひっくり返ってたんだよな。だからこれをねペラッてひっくり返したの。ここにね、あ、ホロ入ってるとインサートはいないのかな。多分サインとかね、どうなのかな。おもちゃんいるんだね。イエーイね、うん。ちょっと池崎っぽい。お、シリアル499の、はい、マンダロリアン。シリアル3枚来ましたね。シリアル3出れば全然ありですね。カンカラシリーズはだってシリアル0とかも多かったでしょ。あれボバだっけ、マンダロリアンだっけ。普通にシリアル、あ、なんか、3-1で普通に終わりか、みたいな感じも多かったですからね。まあ、499以下ですけど、ちょうね、シリアルもこう、箱で、この価格帯でこう出ますからね。うん、はい、2つ目いきます。ちょっと2つ目も。まあ、ご自身で開けると多分すごい開けごたえはあると思いますね、これは。なかなかこういうボックスの形状はないので。店長もこれ、箱の形状を知った時にすごい調べて、大きさを。やばいと思って。で、すぐ段ボール発注して。間に合いましたけど。普通に知らなかったらやばいなと思って。よいしょ。発送が間に合わないねってなっちゃうと。段ボールね、発送用の段ボールがないから発送できないってね、ちょっとね、うん、店長はちょっと受け入れられないですよ。なのですぐこう大きさ調べて発注して、で実際やっぱケース来たら、あ、めっちゃでかいってなって、うん、想像してた以上だな。多分加工最大級レベルじゃないですか、箱の大きさ。1万円以下の商品に限るかもしれないけどね、うん。まあケースだったらね、パニーさんのフローレスとか、ああいうアタッシュケース系の箱とかありますけど、まあ、それよりアタッシュケースよりでかいんじゃないか、同じぐらいかな。はい、まあ2箱ともね、一緒にレギュラーパラレルインサート、はい、梱包しておきます。できます。今度は表見てんの、また。よいしょ。で、ひっくり返してこれがサイン付きとか、白枠だったりすると、こう、ね、インサート系。
まだお二人目なんですけど、さっき、ニアコピービーした時22、3分でしたね。早くやれば15分ぐらいで終わるのかな。で、梱包して、23、4分ぐらいでできるか。2箱だったら。うん、たのちゃん。あ、ホロですね。まあ、うん。ドーソンさん。ドーソンさんも、ワールドスターズ前契約してくれたな。で、たのちゃんになっちゃいましたからね。うん、499。ドーソンさんも、サインは自分、紙に書いてもらったやつと、あと、ステッカーとプラ板に書いてもらったやつと、ちゃんと、サイン契約書持ってます。いまだに。もうワールドスターズ、販売業が忙しくなっちゃったから、もう、お蔵入りしちゃってんすよね、あっちは。キャリーフィッシャー、スターズだとキャリーフィッシャーさんとか、マーク・ハミルさんはさすがにないんですけど、ハンソロさんとか、ハンソロじゃない。ね、うん、ありますね。はい。まあ機会があればまたやろうかなと思ってずっと置いてあるんですけど。まあでも、ここまでこう、上位陣とかがね、出なかったりとか、出にくくなっちゃったりとか、あと、まあね、お亡くなりになってしまったりとか。あ、50シリアルです。弱ですね。うん、レイパークさんもあるな。うん、そうだ。当時ね、2010年前後ぐらいにサイニングとか結構やられてた、まあ俳優さんとかは結構うちね、やってましたね。キャリー・フィッシャーさんもすごいこうね、日本でもお店とか回ってサイン会とかやってたんじゃないですかね、当時は。2008年から2011年。12年ぐらいまで普通にすごいね、価格もまあ今思うとすごい安価だったので、1000枚2000枚3000枚レベルでうちも書いてもらうね。ちょっと違うのは見たいですけど、シリアル2枚、さっきはシリアル3か、シリアル3来ちゃうと、あ、白い、はい、ボバだ。お、グータッチのボバね、うん、グータッチしようとしてこの辺からシュシュシュって出てやられちゃうんですよね。おボバグータッチっすかみたいな。店長危ない。はい、はい、開け終わりました。おお、よかった、 SP 出てた。まあ 2,3 箱開ければ何かしらこう引っかかるんじゃないかなって気はするんですけどね。あとはやっぱりこのただのこうね、レギュラーね、カードですけど、まあ SP バリエーション名称どっちか分かりませんけど、ですので3枚ぐらいなんか出るようになってんのかな、これ。どうなんですかね。さっきはシリアル3。で、今度はシリアル2で SP がいましたので。ちょっとね、SNS でお客様の開封結果でこんなんでしたっていう感じで、それ見てるぐらいでしたけど、1箱目シリアル3。2箱目がね、うん。はい。シリアル2の SP1。となりました。うん、ボバいいね、うん。はい。ということで、こちらでね、今日発送いたします。また、ぜひね、チャレンジしてください。一箱分のパック、あ、いいんだ、箱いらないんだ。
このまま、はい、梱包して、未開封の方と別製品ですね。はい、一緒に今日お送りします。はい、ありがとうございました。